30ミリリットルになるまで頑張ってください。はい、残してください。もうですね。下に今から食べてますね。どっちがどっちだと思います？そっか、どっちのチームの人が考えたかは明かさないのが当たり前だけど。明かしてんだ。いや、明かしてないですよ。そしたらだってひいきになるじゃん。いただきます。じゃあ続いて、こちらスタミナマッスル丼。マッスル丼お願いします。うん、おいしい。甘口かな、甘口かも。カレーもうこれカレー食べたらそっちの味分かんなくなる、なりそうかも。これいいですか？絶対カレーの味に負けそうだな、これ味が。もともとの容器は550円。唐揚げじゃないこれ。唐揚げだと思う。え、これ焼き鳥っぽくない？おー、やっぱそうですか。OK、じゃあ続いてこっちチーズ。うん、小さなお子様が頑張ってステージ上で水を、なんかポテトを入れるあたり、セガちゃんとか考えそうじゃない？川崎のメンバーが考えそうって言ったらこっちかもしんないけど、味的にはこっちなんだよ。どっちにその場合は入れる？下にはこちらを持っていただいて400歳、うん、せーの、お母さんたちはじゃあじゃあ、まあ、元のようなこちらで、はい、ちょっと青のリボンを指定します。はい、お隣のステージでステッカー差し上げますね、はい、よかったらやらせてください。
のチームがどれを作ったかということですね。そうです、はい、それを発表します。はい、ではお願いします。じゃね、なるほど。逆だ。大丈夫ですか皆さん、逆に投票してないですか。川崎の2人が青春の、やっぱり青春、瀬川選手、山本選手が考案してくれたチームです。はい、では続いて、うん、FC 東京がマッスルドン、うん、東原選手、安西選手、花川選手が考案してくれたメニューということで、なるほど、はい、みんな発表に移りますよ。すごい、なんか、はい、私の手元にありますので、はい、はい、では発表します。 B 級グルメ丼対決集計結果、数字から言いますね。川崎フロンターレの青春丼が164票、 FC 東京のマッスル丼が149票ということで、勝利チームは川崎フロンターレ青春丼でした。おめでとうございます。おめでとうございます。Oh!
立花